え、わさゆぴーだぜ。まあ、今金曜日なんだけど、土日暇なんで、名古屋にちょっと行こうかなって思います。どうもゆぴーです。10時15分なんですけど、新幹線でブイーンって行ってきました。でね、ここにいるんですけど、ついてきました。大阪の YouTuber のヒリュウくんが明日着くんで、それまでね、今日はちょっと名古屋観光しようかなってことなんだけど、もう10時だからあんまりね空いてないと思うんだよね。やっぱりローカルだから。とりあえず今名古屋駅にいるけど、栄に移動したらなんかあるんじゃないのかという感じなんで、今から行ってきます。地下鉄に来たんですけど、名鉄線とかなんか近鉄線とかなんかいろいろあって分かんないんだよね。なんか栄に行くには東山線みたいなあるっぽいよ。もうここに来たこと自体がノリだから、もうノリで、ノリで行くしかないんだよね。とりあえず栄が栄えてるっていうことだけは知って。7通り栄は栄えてるらしいんで、ちょっと行きます。ゆぴーです。あのね、なんか分かんないけど綺麗なんだよね。これ何？コメントで教えてください。あれがね、テレビ塔ってのは知ってる。あれテレビ塔なんだ。これなんだろうね、分かんないね。と思ったんですけど、私なんでここにいるんだろう。我に帰ったんですね、うん、ちょっとね、いいんじゃないですか、こういう弾丸トラベルな感じで、うん、でもね、旅っていうのはやっぱこういうのが楽しいから、ね、そうすごいよ、みんな。なんか観覧車ある。ということで、世界の名古屋、やっぱ名古屋といえばね、手羽先なので、ちょっとお持ち帰りしようと。じゃあ、手羽先の一発芸、どうぞ。3、2、1、はい。キモ。名古屋に栄から帰ってきた。イエーイ。名古屋のね、 YouTuber さん誰かいないかなとね、お友達するとこ誰かいないかなって思ったらね、する兄はダメとか言うしね、ね、ちょっとご好意によってちょっと来ましたけどね。山ちゃん食べたいと思います。はい、食べてみて。美味しそう。イエーイ。いいですか、うち。じゃあ一ついただきます。待って、美味しいですよね。美味しいよこれ。超美味しい。あ、うまっ。ということで、1日目の名古屋でした。バイバーイ。バイバーイ。やばっさ、ゆっぴーだぜ。2日目だぜ。国家機密特務機関のセルルンの龍崎さんからね、DM が来てですね、オフ会に来ていただけませんかと。名古屋でオフ会やってるんで来てくださいみたいなのをもらいました。なんで今から行きます。イエーイ。まあでもその前にちょっとお腹空いたんで、味噌煮込みうどんを食べます。え、わさ、味噌煮込みうどん来ました。なんか専門店みたいなんでね、お品書きみたいなの分かってたんだけど、もう全部味噌煮込み。いただきます。かわいらしい。おいしそうだね、二人ともね。いいよ、食べて感想教えて。名古屋の味噌どうすか。あ、つい、ガチな、つい。最後、名古屋最高で終わってもらっていいですか。はい、ということでね、今からセルルンのオフ会に行きたいと思うんですけど、なんかヒリュウくんがね来るのがまだ遅れるみたいなんで先行ってます。